お前の町工場より安く仕入れができそうな会社が見つかってさ。納品前日にキャンセルを声高々と告げる男に俺は拳を震わせた。今までの積み重ねもあり感情が爆発しそうになる。それって下請け法違反ですよね。たまたま居合わせた友人の冷静な声が俺を現実に引き戻した。俺は伊崎、42歳。数年前に亡くなった父から受け継いだ町工場で社長をしている。主に金属の加工がメインの作業で、従業員30名いかないくらいの本当に小さな工場だ。しかし少数精鋭という言葉があるように、一人一人が優れた技術者であり、うちの工場は雑誌の取材が入るほど評価されている。ありがたいことに俺たちの技術力を頼りにしてくれる会社は多い。社長、名城さんがお見えになっています。俺は作業していた手を止めて顔を上げた。来客を告げた事務の女性、俺の妻の隣で、名城が片手を上げて笑っている。はあ、すまん名城、ちょっと待っててくれ。名城は俺の幼馴染であり、ある出版社の記者だ。現代で戦う町工場といったテーマでいろいろと取材をしているらしい。そこで昔から馴染みのある俺の工場と社長の俺自身を取材させてほしいと名城が頼んできたのだ。俺がひとまず現状の作業を終わらせようと視線を戻すと、その瞬間にシャッター音が鳴る。いいね、職人の横顔って感じで。おいおい、撮るならもっとマシな時にしてくれよ。作業していると顔が汚れているのもザラだ。俺の主張に名城と妻が笑う。その汚れながら真剣な顔してるのがいいんだろ。分かってないな。昔から名城はこうだ。あっけらかんと笑って場を和ませてくれる。俺は苦笑して妻に名城を事務所の方へお連れするようお願いした。あ、なあ、写真撮って待っててもいいか。後で全て俺の確認を取るって約束してくれるならいいぞ。あ、それから嫌がる社員の顔や作成している製品はなるべく映さないでくれ。俺がくどくどと言うと、名城は大げさに呆れてみせる。かぁ、神経質なの相変わらずだな。俺だってそれくらいは心得てますよって。それもそうかと俺は頷いた。いかんせん幼い頃の無鉄砲な名城の姿を見てきたせいだろう。鼻垂れのガキだった俺が経営者になったように、名城だって立派な記者に成長したはずだ。妻に案内されていく名城の後ろ姿を見送って、俺はふと時計を見上げた。また無断遅刻かと俺は心の中でため息をつく。実を言うと、名城との約束の前に一人来客があるはずだった。大企業に勤める川田という男性で、うちの営業担当だ。大口の取引先の担当者なので、いろいろ言いたくはないが、はっきり言って、俺はこの川田が嫌いである。エリートだかなんだか知らないが、俺たちを見下す態度を隠しもしないし、時間にルーズで、自分の会社に有利な取引内容ばかり要求してくるのだ。俺たちなら言いなりにできるとでも思っているのだろう。そのくせ、自分は有能だと自慢ばかりするからさらに立ちが悪い。川田とは1億の大きな取引をしている最中でもあり、俺は余計に気を揉んでいたのだ。はぁ、本当にいい加減だよな、まったく。俺の独り言は機械の稼働音にかき消された。川田が現れたのは、俺が名城のインタビューを受けている最中だった。ノックもなく事務所の扉が開いたと思ったら、ずかずかと川田が部屋に入ってくる。後ろで妻が、川田さん困りますと訴えていたが、妻など眼中にないようだ。名城も突然の乱入者に驚いていたが、川田は当然といった表情で気に留める様子もなかった。失礼。新しい従業員の面接でもしていたかな。どうやらラフな格好の名城を見て何か勘違いをしたらしい。遅刻の謝罪もせずに鼻で笑い、川田は髪をかき上げた。俺は困り果てた表情の妻に、あとは任せてと声をかけ退出させる。川田さん、大変申し訳ないのですが、お約束の時間から1時間以上も過ぎております。
今は他のお客様との約束がございますので、お待ちいただけますでしょうか。感情を抑えて川田に告げると、川田は、は?と、俺に凄んだ。名城は黙って、俺たちの様子を見守っている。俺の、いや、我が社との時間より、そこの面接者との時間を優先するって?俺の向かい側に座る名城を睨みつける川田。彼は私の客人です。もともとこの時間に約束をしていて、そこに優劣はありません。それより、大企業の看板を背負っている営業のお方なら、無断で遅刻をした謝罪を、まず口にすべきではないのですか?俺が正論を口にすると、川田は、ぐっと言葉を詰まらせた。だが、それも一瞬で、次の瞬間には余裕の表情が生まれている。おいおい、弱小の町工場風情が、大企業の担当者である俺に対して、そんな口の利き方でいいと思ってるのか?まあいいか。今日でオタクとの付き合いも終わりだしな。どういう意味です?不穏な物言いに、俺は眉を潜めた。いやー、実は、あんたのとこより安く住む会社が見つかってさ。さっきまでその会社に行ってたわけ。向こうも乗り気なんだよね。だから、お前のところの1億の発注、やっぱキャンセルで。今日俺はそれだけ言いに来たんだよ。もともと今日は、納品に間に合うかどうかの確認と、次の取引の打ち合わせのためにうちを訪ねてくる約束だった。ところが、もっといい条件の、いい会社を見つけ、急遽そちらへ足を運んだというのだ。どこまでこちらを舐めているんだろう。俺は怒りと衝撃でめまいがした。キャンセルって、納品は明日なんですよ。どれほど無茶苦茶を言っているのか分かってるんですか?そもそも、他会社に乗り換えても、いろいろと作業の日程などにズレが生じて、川田さんたちだって困るのでは?そう、なんせ納品は明日。1億分の納品が、こんな土壇場でキャンセルになったら、代わりの納品先を見つけるにせよ、うちは大打撃だ。ただでさえうちは人手が足りないため、長期の納期をいただき、効率的で、綿密なスケジュールで作業をしてきた。時には残業もしてくれた社員たちを思うと、社長として責任が肩にのしかかる。俺の顔色を見て川田が吹き出した。うちは大丈夫だよ。ま、零細企業のあんたの工場は倒産するかもな。は?俺が思わず聞き返すと、川田は笑いながら言葉を続ける。だってさ、零細企業は信用できんよ。乗り換えたくなっても無理はないだろう。しかもこの俺に向かって生意気な口を叩くんだから、文句は言えないよな。文句大ありだ。そもそも零細企業って、確か基準があるはずだ。うちの工場が当てはまるか、きちんと調べた上で言ってほしい。俺も、従業員も誠心誠意、部品作りに尽力してきた。俺に会社を託した父や祖父たちの顔が頭をよぎる。川田の下品な高笑いが俺の神経を逆なでし、頭の中が怒りで真っ赤に染まるのを感じた。倒産するのは、あなたの会社の方かもしれませんよ。俺が今にも川田に対して怒鳴りつけそうになっている時、冷静な第三者の声が俺の耳を打つ。ずっと黙っていた名城だ。名城は座ったままじっと川田を見つめている。その視線に一瞬川田はたじろいだ。正面に座っている俺さえぎくりとするほど名城の目は冷たい。川田さんでしたっけ?そもそもあなたの言い分だとそれって下請け法違反ですよね。あなたはこちらの伊崎社長と契約書を取り交わしているんでしょ?名城の川田に対しての発言に俺はハッとする。そうだ。川田側の勝手な都合でこちらに落ち度はないのだ。契約書を交わすとき、確か違約金についてもしっかり決めたはず。俺は心の中で名城に感謝を述べる。落ち着け。俺が感情的になってはいけない。ああ、一般人風情が分かったような口を聞くな。
うちが倒産なんかするわけないだろうが。部外者はさっさと出て行けよ。ものすごい剣幕で怒鳴る川田に俺ははっきりと言う。出て行くのはあなたです、川田さん。私は先ほど彼は客人だと説明しました。彼への失礼は私が許しません。それから納品のキャンセルについてしっかり抗議させていただきます。私どもに落ち度はなく、明日予定通り納品するはずでした。あなたが一方的にキャンセルと言い出したのですから当然ですよね。川田は一瞬だけなと表情を歪めたが、はっ、やれるものならやってみろ。俺はな、優秀で社内でも一目置かれた男なんだ。なんせエリートだからな。お前らなんかとは違う、雲の上の存在ってやつ。お前らが何を訴えたところで、会社は俺の味方をするに決まってる。やや声が上ずっている気もしたが、川田はまくしたて、そのまま逃げるように事務所を出て行った。事務所内が嵐の後のようにしんと静まる。俺は正面に座るナシロに深く頭を下げた。すまんナシロ、嫌な思いをさせた。それにみっともない姿を見せたな。だがお前の発言を聞いていて少しは冷静になれた。感謝してるよ。俺の発言にナシロは首を振る。俺はそれにしてもと大きくため息をつく。俺もああは言ったが、川田の言う通り、訴えたところで揉み消される可能性も。実を言うと、少し前に会長の息子が社長になってから、川田がうちの担当に変わったんだ。今まで川田のクレームを入れても全然対処してくれなくてな。ナシロは俺の言葉を聞きながら静かにうなずいている。でもさ、神はお前を見捨ててなかったみたいだぜ。ナシロは微笑み、それから机の上にあるものを指さした。あっと、俺は思わず声を上げる。川田の立ち位置からではお茶受けに隠れて見えなかったのだろう。ナシロの指さした場所では、インタビューで使用していたボイスレコーダーが今もなお静かに動いていた。それから数日後、川田が俺の工場へ怒鳴り込んできた。どういうつもりだ？お前のせいで俺のエリート人生が台無しだ！真っ赤になった川田の顔は、最後に会った時よりもげっそりとしていて、彼の形相を際立たせている。俺は作業していた手を止めて川田と向き合う。どうもこうも、言ったでしょ？抗議させていただくと。川田さんのおっしゃったように、あなたの会社が適当にあしらおうとしてきたので、最終手段に移ったまでです。川田がドタキャンを告げた直後から、俺は行動を始めていた。まず、川田の会社社長へ直談判したが、揉め事を嫌がっているのか、はたまた川田をかばっているのか、聞く耳を持ってはくれなかった。そこで、俺は下請け法違反として、公正取引委員会を訴え、ナシロは録音データを元に記事を書き、川田の卑劣な言動と会社のずさんな対応を世に知らしめたのだ。その結果、今や川田の会社は大炎上の真っただ中。問い合わせの電話の嵐の中、川田は上層部に糾弾され、俺に恨み事を言いに来たというわけだ。録音してたなんて聞いてないぞ、盗聴だ！川田は俺につかみかかろうと手を伸ばしたが、うちの若い社員が川田を押さえつけてくれる。悔しそうに顔を歪め、ジタバタともがく姿はまるで子供だ。盗聴？人聞きの悪い。記者が私にインタビューしているとき、あなたが勝手に乗り込んできてベラベラと喋ったんじゃありませんか。こちらは意図して録音しておりませんし、会社へ直談判した時点で録音データの存在を明かしていました。あなたの社長はハッタリだと思ったのか、好きにしろと強気でしたがね。まさか本当に録音されているなどとは思わなかったのだろう。もしくは、
大した内容ではないと鷹をくくったのか。どちらにせよ川田も相手社長も舐めすぎだ。お前のせいで俺は、会社は、俺はエリートなんだ。ずっと登り続ける存在なんだよ。お前らと違ってな。川田はとっくにエリート社員から失墜し、ことの元凶として社内で白い目で見られているはず。それなのに、まだ自分がエリートだと思っているのが、なんだか痛々しかった。俺は大きくため息をつき、苦笑する。そうそう。川田さんがドタキャンした1億の納品物ですがね。記事を見て、ぜひ買いたいとおっしゃる会社が複数現れまして、無事に納品できましたよ。あなたの方はいかがです?うちよりもいい会社を見つけたんですよね。未だ、押さえつけられてもがいていた川田が目を向いた。お前らがリークなんかするから、とっくに契約は白紙にされたよ。それに、他の下請けまで離れていって、お前のせいだぞ。会社が倒産したらお前のせいだ。俺は首を振る。確かに、これで御社は倒産ですね。それだけのことをあなた方はしたんですよ。ナシロの書いた記事がきっかけで、今ではネットやテレビでも取り上げられるほど話題は大きく広まっていた。聞けば、私どもの工場以外でもなかなかひどいことをしてきたようじゃないですか。ニュースで見ましたよ。どうやらあなた以外にも傲慢でろくでもない社員が多かったようですね。俺たち以外にも新さんを舐めた小さな会社や工場が他にもたくさんあるらしく、今やその誰もが川田の会社の悪行を発言し始めているのだとか。俺は言葉を続けていく。もちろんあなたの会社に勤める全ての人が悪だなどとは言いません。あなたの会社に勤めるほとんどの人は、私たち同様に、ただ一生懸命生きている善良な人間でしょう。だけど、倒産について私たちに責任を押し付けるのはお門違いです。倒産するのだとしたら、間違いなく、あなた方のせいだ。あなたたちの不誠実な行為が、今自分たちに返ってきているんです。俺の発言が、はっきりとその場の全員の耳を打つ。その通りだ。はっとして、俺たち全員が視線を声の下方へ向ける。工場の入り口に誰か立っていた。会長。川田が声を震わせていった。川田の言う通り、立っていたのは会長、つまりは前社長だ。俺は父の代にお会いしていたので顔を覚えていた。会長は付き人に支えられながら、ゆっくりこちらへ歩いてくる。伊崎社長、皆さん、この度は息子と部下たちが本当に申し訳ございません。謝罪も遅れてしまって、何と詫びればいいのか。付き人が、会長はしばらく海外にいて、飛行機の移動時間だけでもかなりかかったのだと説明してくれた。俺が頭を下げようとすると、会長は俺を制止する。悪いのは目先の利益を優先し、信用を裏切ったこの者と不誠実な対応した私の息子です。頭を下げるのは当事者と私だけでよい。会長が社長を務めていた時代、今は亡き父が俺に話をしてくれた。社長は俺たち町工場の技術を高く評価してくれるだけじゃなく、俺たち技術者に敬意を払ってくれている人だ。代が変わってもきっとうまくやっていけるだろう。悲しいが、父の期待は外れてしまった。会長の教えが今の社長に届かなかったのだと思うと、怒り以上に悲しさを感じる。川田、と言ったかね。会長がじろりと川田を睨んだ。はい。蛇に睨まれたカエルのように川田は硬直し、油汗を流しながら会長に返事をする。もうすでに息子が記者会見などいろいろとしたようだが、
これから私も会長として世間に謝罪をせねばと思っている。お前や少年の曲がった社員たちはもちろんクビだ。息子の尻を叩いてでもそうさせるから覚悟しろ。川田の顔に工場に乗り込んできた時の威勢はもうなくなっていた。今では顔面蒼白を通り越して土気色になり、ガタガタと震えている。そんな川田に俺は囁くように告げた。あなたの傲慢さ、軽率さが招いた結果ですよ。すべて覚悟して受け入れてくださいね。川田の体が完全に脱力し、押さえつけていた社員は川田を解放する。そのまま川田は床に座り込み、ひたすら謝罪の言葉を繰り返していた。それからまた時が流れ、問題行為の元凶である川田が懲戒解雇となった。大炎上していた川田の会社は倒産間近と噂されるほどギリギリの状態だ。それはそうだろう。うちや大半の下請けが離れていったし、社員たちも次々と会社を辞めていってるのだから。逆に俺は違約金や慰謝料などが入り、新しくいい企業と取引の話が持ち上がって物事がいい方向へ流れている。川田は懲戒解雇の上、会社から損害賠償を請求され、家族にも見放されたそうだ。実は再び恨み事を言いに俺の元へやってきたが、警察を呼ぶと言うと逃げていった。妻が川田の後ろ姿に向かって塩を撒いていた姿を思い出すと、未だにちょっと笑えそうになる。今こうして笑っていられるのは、名代のおかげだ。今度、名代に何かお礼をしたいと妻と話している。